お前、本当に馬娘に来るのかジェンティルどんな？に対するみんなの反応。さすがにビルシーナが来るなら3期じゃなくても君いないとダメだよな。まあ、ドゥラメンテが来てる時点でもう来てもおかしくはない状況になってきた。育成実装する頃には来そうだけどいつだそれ。早ければ3周年の三冠馬枠遅ければボリクリあたりから順当に行って3年後くらいかな。贅沢言わないからどんなのみとは言わず赤バッテン全員来てほしい。来るのかシャフリアール。現実スティール、ごめん。モブにしてはデザイン凝ってる気がする。まあ北三ブラックのクラシックで近い着順とはいえリアルスティールって勝った G1 ドバイだから、ドバイシナリオ来ないと話にならんよ。国内 G1 勝ってないんだよあの馬。2番手に名乗り上げるわ。フラッシュ周りマジでいないから来てほしい。バラの貴公子ともどもねじ込まれる未来が見える。ルラシはゴルシと絶対仲がいいだろうなって。ミホシンザンに似た馬だ。ローズキングダム来てギムレットの振り回され役、剣悪友になってほしい。サンデーレーシング来たしジェンティルドンナも来たら良いなあからいやこれもうジェンティルドンナ来るだろに変わったな。ゴールドシップ周りが着々と埋め立てられてる。まあアニメじゃ出なそうだな、主題は北里で2014年に引退してるし。でもビルシーナにとって今回のドゥラメンテぐらいには重要だし時間の問題かな。今回のドゥラメンテでのストーリーを書くには、他の馬は必要ないって論は消え去ったしな。北さんに帝王に憧れてる設定わざわざつける下準備まであったドゥラメンテって完全に例外パターンでは？例外っていうか、メディア展開の主人公とアプリの1キャラを一緒にすんなって話だな。まあドゥラメンテが本当の名前で出るまではブリュスクマンいるから、ってその説が否定されてた過去もあるんですけどね。アニメ終わってみないことにはわからないけど、現状の想像だとジェンティルドンナとしのぎを削った馬娘じゃなくて、あくまでもシュバルグランの姉にあたる、馬娘としての立ち回りになりそうだからどうだろう。3期じゃ来なさそうだけどゲームでなら多分来ると思うよ。どんな来るならゴルシにもっとスポット当ててたと思う。そもそも10年代初期の頃の馬は誰かに焦点当てて、ストーリーやるのには適してないと思う。来るだろうと言われてるの3期の話じゃなくね。時系列遡るのはすでに1期、2期でやってるし。まあビルシーナいるのにジェンティル来ないわ CB いるのに、カツラギエースが未来永久来ないとか言ってるもんだしな。でもまあ雪の美人にはベがいないんだけどね。だがブリュクスマンやった後にドゥラメンテが来たんだ、何もんなんですの精神で行こうぜ。ブリュスクマンはドゥラメンテになったけどな。なんか最近か猫馬もいけるんじゃないかと思い始めてる、正直ノーザンがノースヒルズより先来るとは思わなかったし。アモアイ、コント、デアタクが揃うのも時間の問題な気がする。ゴルシの宝塚やらなかったの、今後12世代やるためだと思ってるけど違うんか、あ、OVA でやったとかのツッコミはなしな。15年のゴルシはほぼゴルシの一人旅だぞ。まあそれ言ったら一気出てよ有馬もダイジェストで出てるけど細かいところ全然違うし。シルク、キャロットあたりも8割方いけるでしょ、多分。現実スティールさんは一旦置いといてサンデーの馬で、一番実装濃厚そうなのは、ラッキーライラックだと信じてやまないがジェンティルもかなり濃厚そうね。赤バッテン全盛期的にオルフェジェンティルもそうだけど、フラッシュのぼっち状態解消のためにルーラーローキンあたりが早そう。オットブエナビスタも忘れないでいただきたい。まあ10世代としばしばぶつかってたとはいえこっちはどちらかといえば中山周りか？そういや君を牝馬だけど普通にいけたな。どう見ても仮デザインと暫定声優いるのがどう働くのか判断不可能だけど。どちらかっつうか思い切り中山周りでしょ。ブエナビスタとエイシンフラッシュの因縁とか特にないし。ちょっと無理やりだがブラ出すときに女帝つながりで顔見せできそうなんだよなルーラー。世代の中で新規出ると他の子も出やすくなるからつながり見えると期待が持てて嬉しい。アニメで来る可能性はなさそうだけどゲームに関してはマジで時間の問題になってきたな。縛る、ビルシーナ経由で顔見せもしやすくなったのが強い。まあ3期は無理にジェンティル入れるスペースないしな、現状でもキツキツでエピソード挿入する暇なさそうなのと北さんブラックやってる最中に。時間巻き戻しとか1期、2期みたいにシーズンまたいでないのにそれやるとは思わんし。
これもあるからね、デザインはある程度この時点であるんじゃないかと予想。ウオダスの話やるならドリジャ・デ・ボルシの話ならジェンテル、ドリジャ出してブエナ、オルフェ、ジェンテルと連鎖させやすいし。赤バッテンでもここら辺はもう時間の問題と見ている。そうだな、1年以内にどんな来ると予測してみよう。違ったら種付けされても良いよ。誰が良い？おすすめはエピファネア。まあ12世代が出るとしてもゴルシ周りで120億宝塚か、引退レースの有馬にちょろっと程度だと思ってる。むしろ結構武士前が描写されそうなのは嬉しい。割とゴルシとビルシーナとどんどんあの辺りに光が当たりそうなの嬉しいね。ジェンテルどんな来るならオルフェも来るだろうしな。あとは絆のノースヒルズよ。多分いける気がするしそのうち来そうな気もするけど。元祖主人公としての貫禄を出してるスペも見たいから、ブエナ来てほしいしアプリのメインストーリーでいいから、主軸に来る話が欲しいよ。馬柱見るとやってほしいけど牝馬なのが唯一のネックだよな。ブエナビスタって別に牝馬云々で有名な馬ではないのでは？ウオダススイープあたりならわかるが。もしかしてだけどメインストーリーってがっつりサンデーレーシング絡んだりしない？メインストで北さんやるならブラの時点でがっつり関わるし、世代交代しないなら関わらないってことのがないと思う。00年代前半はまだサンデー R の馬は少ないからそこまではいい。サンデー R が増えるのは00年代後期らへんから。プラメンテ周りで考察するんだけど、金子オーナーの馬とかサンデーの馬とか出せないじゃなくて、準備に時間がかかるのと徹底的に社外費にしてるのと、順番待ちで時間がかかっててかなり待つ状況になってるかもしれない。現状だと再現のリソース足りないのが一番ネックっぽいのは言われるからな。今新規で出てる子だって1年前とかに作ってるだろうし、現実スティールとかも作業量の兼ね合いがでかそうな感じ。それずっと前から言われてる説の一つだと思う。許可周りなんて社外の人間が考えてもきりないんだから結局そこで落ち着くもんだと思うんだけどね。庭で名前上がってた三冠馬娘が実装されてる子だけだったけど、下手に匂わせはしないときたかってちょっとニヤついた。3周年で一気に5から6人ぐらい赤バッテン軍団発表されると思ってる。人気女の年代企画テレース。使い分けしないおかげでがっつりやり合ってたからそれぞれをピンで出していくともったいないし。なんでリアルスティール来ないんだよ。からのこいつらの実装準備してたのならしょうがないってな流れになると予想しておく。してももうおかしくないけど、どんなだと逆にこのアニメでさらっと出すかってレベルの大物だしな。結局ネオユニから車台が全く来てないのでリソースの問題よね。本来車台とサンデーだけで一つアプリやれるくらいいるわけで。いや今の1年前にはすでにオーディション終わってるからその半年近く前と考えれば、ブユスクマン出る時には許可に関しては多分取れてるぞ。キャラとして作るのが間に合わなかったのは間違いないが、スレガの馬娘で確定なん？さすがにこれは確定、シュバルと全く同じマークの帽子な時点で。手前が青毛だからビルシーなってすぐわかるな、ゴルシのことゴルシちゃんって言ってそう。一応言うと妹のビブロスも青毛なんや、ただ優勢の違いで左がシーナ、右がビブロスでほぼ確定。なんか冗談とヘリオスをくっつけたような見た目だなビブロス推定。はちゃめちゃ大感謝祭にそんな感じのもぶいた覚えあるから確認したけど、面子と帽子が違ったわ。3周年にはアプリ内でそのあたりの組み合わせでの曲追加とかありそう。ダイヤちゃんにうざがらみするアルアインも期待してよいって？プラメンテが1年以上前に許可取れてるなら、ジェンテルドンナもすでに取れてるかもしれないのか。ジェンテルドンナとストレートガールとハナズボールとサンビスタと、ジョアドビーブルも召喚してくれてええんやで。サンビスタはタルマエールし普通にありだな。全員好き。ドンナは間違いなく召喚されるでしょ。推定シーナ城の髪飾り的なものにバツついてるし、これで出ないはなさそう。今回のアニメではないだろうけどそう遠くないうちには出てきそう。リアステはネズミ絡みで実名が難しいなら貴婦人はもうアップも済ませてるだろ。いつ見ても化け物ばっかだな。この世代の牝馬、ボバも大概だけどさ。ビルシーナはアプリで育成実装された時にジェンテルどんな抜きでストーリーを書けるのかってのがあるから来てほしいんだけどな貴婦人。
メンコのエピソード的にもどんなありきの子だと思う。クラシックやメンコのエピソード的に習字キキタさんにとってのブラメンテどころの話じゃないしね。ビルシーナにとってのジェンティルドンナ、重さがまるで違う。キタさんとブラの因縁って1話で正直もう終わってるからね。ドンナとビルシーナは引退まで続く。ジェンティル以外みんな小柄よな。推定シーナは割と身長ありそうだけど、そもそもオーナーの大魔人自体がドンナには並々ならぬ意識があるし、うちのビルシーナ出すんなら当然ドンナもいるよねってなってもおかしくない。関係性が無限に続くから見たい馬娘も無限に広がるところ、競馬擬人化コンテンツの長所でもあり、いたしかゆしな点でもあるな。名称怒涛のシナリオに TM オペラ王がいないみたいなことになるからな。ブルマブルマブルマ、これでブルマもたくさん増えて最高なのだ。エアシャカールが7センチ擦りまくりながらアグネスフライトがいないとか普通にやるコンテンツだし、ビルシーナがいるのにジェンティルがいないのも考えられなくはない。どっちかっていうとブラが3冠取った上にコバ戦線でも G1 何度も取ってるのにブリュスクマンのままってレベルだから、それとは違うと思う。実績の実装可能性の話してるんじゃなくて、因縁深い馬でもスルーされて作る説、みんなの絡みをされる実例があるんだから、ビルシーナもそうなる可能性はあるだろ。まあビルシーナ以前にジェンティルドンナは戦績が純粋に強いし、フライトより全然エピソード作りやすいだろう。これは被害者の会会長。この後ドンナ不在のエリジュも2着というのが何か悲哀を感じる、強いはずなのに。バチバチにゴルシに視線飛ばしてるジェンコに対してジェラシー発揮するビルシーナ、華やか陽気、でもライバルにはじっとりってか。正直脳焼きビルシーナは見たい。各所で細かい差はあれど大体の共通認識みたいなのあるよね。公式で出たらジャンポケ見たくラーメン頼んだらラーメン出てきた現象起こりそう。赤いドレス着てそう。豊満な胸、長めの髪、帽子、大体これをよく見る。あと迫力はあるけど身長はそんなにでかくない感じ。ジャンポケのこれでいいんだ予感は異常。携帯でドレス調の服着ててお嬢様言葉までは大体一致してるイメージ。ゴルシたちに対して突っ込み役できる程度には活発というかアクティブ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。